皆さん、おはようございます。今日はウォーミングアップの時に使う何うさくないですかもさって自分の目の前ですごいなんかもうのれんみたいになってやってるということで、ウォーミングアップですね、の時に使うドリル運動をやっていこうと思うんですけど、まずまず考えないといけないのが、まあ、下半身の動きをね、みんなドリルの中で一生懸命やろうとするんだけど、そもそも上半身整ってないと話にならないんだけど、上半身整えるときにやってほしいドリル動作が、一歩足を後ろに引いたところから最初前にしっかり乗せて、でこのまま大きく上に振り上げるように手を大きく動かすだけ、これだけです。これって腕がまっすぐ体側に沿ってまっすぐ上に振り上がる、このポジションがそもそも取れてるっていう時は背中が丸くなってたりとか腰が反ってたりしないっていうことなんですね。で体側のラインに合わせてまっすぐ手がここに上がってくるポジションまでこういう風に腕が振れるっていうのがそもそも姿勢がいいっていう状態なんですよ。なので、姿勢のことをいちいち考える前にその肩周りの柔軟性と可動域の確保するためにこのドリルをやってもらうのと、あと自然とそうすると頭の先がぐーっと骨盤から離れるように意識が高まってくるんで自然と姿勢が良くなってきて正しいポームポジションがちゃんと作れるようになってきます。だからウォーミングアップでこれをしっかりまずやってもらうっていうのはすごくおすすめです。でその時に力を抜いて力みなくやるっていうのと体幹部には自然と力が入ってくると思うので伸びることで体幹部の剛性が高くなります。できるだけ手首や肩を力抜いて上に放り投げるようなこんなイメージですね。ふっと振り上げるようなイメージを大事にして自分の体が上にギュッと伸びるようなイメージを大事にしていきましょう。次にやっていく動きが肩甲骨を起動させやすいようにするために大円筋、小円筋の刺激をしていきましょうということで、まあ、この脇のねちょっとこう後ろの方にある筋肉なんだけどこれを使って後ろにこうグッと腕を引っ張っていく動きが入ってきます。でそこが起動しないと肩が前に詰まった状態になっていることが多くて腕振りが小さくなるし肩甲骨が動かないんですけどすごくこれも簡単です。この状態にして横に広げるだけです。こう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 です。これも手首とか肩周りは力抜いた状態でこの脇のあるここの筋肉をちょっと意識してこうやって横に引っ張るだけです。なんかゴム紐とかを軽く持ってもらって動かすとなおいいです。手を横にぐーっと広げていくとちょうどここの胸の筋肉がぐーっと開くポジションに入るのでまずここで胸の筋肉の柔軟性を可動域を出して呼吸がしやすい状態を作るのと肩甲骨を後ろに引っ張ってくるような腕振りをしたいそのように思っている時に起動させる大円筋小円筋っていう筋肉の起動がちゃんとこれで意識できるということですね。でこれをちゃんと意識してもらうと腕を振る時の感覚で肩甲骨を起動させるのが意識しやすくなるということですね。はい、でこれが上半身のですねポジションがちゃんと取れたら次やっていくのがランニングの軌道でランニングゲートっていうのがあるんですけど後ろに足をバックスイングさせて振り上げる動作が入って前で回す動きが入ってっていうふうになって
で着地をすると。でそれらの動作を一連意識したドリル練習だと思っていただければと思います。で最初にやるのがバックスイングを意識したキックバック動作になっています。こうですね。はい。でこの時に大事にしてほしいのが、背中が丸くなってるとこれだとしっかりともも裏が起動しにくくなっちゃうんで、体がしっかり立ってるイメージですね。一番最初のこのイメージを大事にして動かしてください。でその状態からお尻にタッチするようなイメージでキックバックをしていくというイメージです。ランニングの最初の動作ってかかとがお尻に向かってグーッとまっすぐ上がってきて、その次に股関節の起動がスッと入ってくる形になります。ほぼ同時起動になるんですけど、そうすると次やっていく動作がもも上げですね。はい、これもそうなんだけど、ちょっと高めにでも跳ねずに大きく起動できるといいです。これ小さく動かしてると背中の意識が分かりにくいんだけど、ちょっと大きく起動させようとすると骨盤が後ろに倒れてしまう動作が入って背中が丸くなる方があります。こうなるということですね。で設置から蹴り出しまでのモーションの動作が遅れてしまう原因を作ってしまうし、何よりも背中が丸かったり骨盤が後ろに倒れている状態からジャンプしたら分かるんですけど、後ろに下がっちゃうので、で後ろに走るたびに皆さんジャンプ動作、もも上げの軌道をやってるわけじゃないので、ちゃんと背筋よくやるっていうのはすごく大事なんですよ。まあ、だからやっぱり上半身をしっかり整えるところからドリル動作やりましょうっていう話をしてました。なのでしっかりと骨盤が倒れないポジションを大事にしてもらいながら、自分の可動域に合わせてもも上げをやってもらえると思います。で当然ストローの動きは長く持たないし、マラソンの動きでこんな高くもも上げるわけじゃないんで、最初は骨盤や背筋の軌道を意識するためにちょっと大げさにやるんですけど、徐々にそのイメージを大事にしたまま小さい軌道に切り替えていっていただいて、マラソンの動きに近づけていくといいんじゃないかと思います。でその次にももが振り上がる動きが入ったら、次膝下がスッと前に出てくる、こういう動きが入ってきます。これまあ振り子の動作で自然と入ってくる動きなんですけど、でこの動作の練習でこういう、これ大事なポイントは骨盤をここのポジションでから崩さないことですね。これよくやってる人がこの段階で足を振り上げるときに腰を落としてしまう人がいて、背中を丸めたり骨盤が後ろに下がったポジションでこうやってやってる人いるんですけど、これだとランニングの動作にやっぱり結びつかないんで、骨盤をしっかり立てたポジションからさせることが大事です。で骨盤をしっかりとまとめている状態から振り上げて振り出したこの時ですね。でこの時にもも裏とお尻に強い張力が働きます。要はもも裏とお尻の筋肉がしっかり伸びているポジションになるんですけど、そうすると伸びた筋肉って縮む力が働くんで、振り下ろす力が強く働くんですね。だけど振り上げた時に骨盤と一緒にこういう風にスイングしてしまうと、もも裏とお尻の張力がちゃんと働いてないんで、振り下ろす力っていうのが小さくなっちゃいます。そうすると振り下ろした時に地面を押す力自体も弱くなってしまうんで、バネが綺麗に働かないっていう原因を作っちゃいます。なので骨盤をしっかりと留めたポジションから動かしていきます。動作が大きくなればなるほど背中が引っ張られがちになってしまうんで、背中が丸くなりやすいんですけど、自分の可動域に合わせて小さくコントロールするのも大事なポイントです。なので周りのみんなが大きくやってるからって背中が丸くなって骨盤が後ろに下がってるのに大きくこうやって頑張って起動させようとしなくていいんで、自分の可動域に合わせてコントロールしてやってみてください。で次やっていくのがステッキングステップになってきます。股関節の起動をちゃんと意識していく練習になります。特に初心者のランナーの人は膝下だけでランニングしてしまう人が非常に多くて、足上がらない人が多いので、股関節からちゃんと振り出す振り下ろす振り出す振り下ろす、この動きをちゃんと意識するためにも
ステッキングステップをやっていきます。でこの時の大事なポイントは体を後ろに反らないっていうことですね。これ上がってるようで股関節全然使ってないです。この後ろに反ってる状態だとこの足を上げるのは股関節を曲げるためなんですけど、足上げても股関節これ曲がってないんで後ろに反っちゃったら意味がないんですね。やってるだけですこれだと。なので体の軸は地面から垂直に立てたポジションを崩さないようにしてもらって、腕でバランスを取りながら股関節を意識して動かしていきます。それが終わったらその場で次は振り下ろした足が体重乗りますよね。でそして重心がしっかりと乗った時、重心がしっかりと支点に体が乗った時に跳ねる動きを適切に行っていかないといけないので、それを意識するのにダブルステップでもも上げをやっていきます。これは剣の弾性っていう力を使って跳ねる動きを表現しています。2回ステップ踏んでるのはそういうことですね。これ1回だとちょっとわからないんですよ。2回踏むっていう時に小さい力で跳ねる力を持続させるっていう意識を大事にしてほしいんですけど、その時にこの2回ステップするっていうのが大事になってきます。ちょっと大げさにやるとこういう風に 1,2,1,2,1,2,1,2 って飛んでるんですけど、それを小さく動かすイメージですね。姿勢が良くて起点の真上にきちんと重心が乗って体重がしっかりと乗るポジションだと跳ねる動きは自然とできるようになります。例えばこのように背中が丸かったりとかして重心と支点が合っていないポジションから同じことをやろうとすると跳ねるのに力がすごく必要です。ふくらはぎが疲れやすくなったりもするし、仮にこれ腰が反っていたら腰が痛くなる原因を作ってしまうし、やっぱりバネの動作っていうのはあんまりこう適切に使えない状況になっちゃいます。でそうならないようにするためにも姿勢が大事ですよということですね。でこれらドリル動作をやるときに何が大事かっていうと、結局姿勢軸がちゃんと取れていて支点と骨盤と重心のポジションがちゃんと3点合ってるかどうかっていうのが大事なポイントです。ではおさらいで最初から全部やっていきます。でそのまま前にスキップ、でなんかバランス悪いな。ご視聴ありがとうございます。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちらになります。では、今回。